おそら友情、マクディナルディの100冊買ってきたぞ。今回も、妹がなんか、風邪気味で、風邪気味だな、みたいな、そういうメールとか電話が来た風な、そういう程度。あと、なんか弟もなんか流行りに乗って風邪気味だな、みたいな、とか言いながら買いつつも、この朝マックを自分のとして買うという雰囲気で買ったことにより、だいぶごまかせたと思ったら、久々だから拒絶っちゃって、ちょっとお姉ちゃんにフッって言われたね。まあいいけどね。フッって言ったから、もうフッって言い返そうかと思ったけど、フッって言い返すのちょっと勇気がいるからやめた。というわけで、開けていこうか。の前に、そう、今回の目玉は、リカちゃんの方を頼むと、ポリティケ。そして、こっちの、いっぱい、タカラトミーのボーイズセッツ。どれか、いっぱい入ってる。どれかいっぱい入ってる。どれかいっぱい、どれ、いっぱいの中からどれか入ってるセッツを頼むと、ジョイワールド、バトルカードハンターを略してバトルハンが手に入るからな。で、手に入ったのが、マッククローラーのワイルドライガー。違うよ、ビーストライガーだった。ワイルドライガーじゃないんだ。ビーストライガーなんだ、これ。ちゃんとビーストライガーしてくれてたよ。ビーストライガーアンム。アンムってあたりがあれだもんね。スラッシュゼロか。違うな。あ、スラッシュゼロでいいのか。レオン、あ、M じゃねえ。なんでもない。ウロマン。ウロマンなんか書いてあるけど、よくわかんないけど、マイク、ふん。っていうのと、よいしょ。あ、曲がっちゃう。よいしょ。チャンプリー。そう。ちなみにこの、限定のドレスと、ウロマンにヘラクスがあって、ここの QR コードを、最初の画面で A ボタンじゃないよ、赤ボタンだよ。赤ボタンを押した後に、ってやると、ダイヤチャストからのプレゼントって言って、ただで無料でライブができて、その後お金を払うことによって、この残りの足パーツを手に入るからな。日本語がおかしいけど、ちょっと今暑いからしょうがないんだ。ゲームね、混んでいったっていうか、起こしてしまって喋ってないから、後で解説を入れながらちょっとチラッと流そう。で、普通にやると、この、ヒョルジが手に入ると。プリポシちゃんって楽しいっていうね。あ、裏面はいつも通りだよ。当たり前だよね。あ、待って、垂れるな。汗がすげえ垂れるな。じゃあまずは開封していこうか。リカさんの方は別にどっちが当たってもいいんだけど、なるべくエッティな方がいいから、こっちかな。ハレンチだよね。リカさんの方2種類なのに、男の子の方種類多くない？よし。さあ行こう。歪む。性癖が歪むんじゃ、何言ってんの？ゴーシュート！だって、こんな書いてあるのに、まさか下着姿で入ってるなんて思わなかったじゃん！性癖歪んだんじゃ！エッチな目で見てしまう、シールで、何？裸にシールで、服着た気にし、エッチの極みなんじゃ！リカさん？何パーツは別かな。ガンダムの食玩みたいに、本体と、よく動く本体と、パーチューで別売りってことかな。なるほどね。あ、待って、目に汗が入って。汗に目が入って。もういいや。なるほどね。ハレンチなセッツと。よいしょ。なるほどね。ハレンチじゃない方だったよ。よいしょ。女の子のおもちゃって結構下着とかがっつりなってるからエッチだもんね。おっぱい見ちゃった。もうやだね。エッチだね。少女コミックとかもう大概すげえエッチだからな。まったく、男の子はうんちでゲラゲラ笑うんだから、そういう激しいのダメだよ。オーシャンウィズデッポー、よくわかんないのに、知らない、よくわかんないのに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 、シンカリオン！シンカリオン！入ってたら当たりってことにしようか。いや、でも、こっちのよくわかんないのもなんか、開けたら知ってるような気がしてきたから。落ちたー！ちょっと待って、フラフラしてる。落ち着こうね。うちの近くの洋歌堂が、近くねえよ。
近く、一番近くのヨーカドーが、ベイブレードの購入ってやめちゃうんだもん。ショックだったもん。せっかくついでに購入店限定の何かを買うと思ったのに。よいしょ。当たったよちょっと柔らかいね。なるほどね。何が起きんのこれ。ビーファイアなになになに、びちょびちょして、いけない、匂いがするんじゃ。でもこれファントミ的にありかな。宝富だし、誰か遊んだでしょこれ。完全になんかびちょびちょしてるよ。うん、なんかびちょネバしてるよ。ネバっていうか、ちょっと、ベトつき的な。どうしたの、なんかちょっと、あと臭いね。うん、ちょっと臭いね。うん、新品特有の臭みがあるね。うん、センキュリアン。誰かこれフル塗装でめっちゃキャッキョキク塗る人もいないか。だって売ってるもんね、おもちゃも売ってるし、プラモデルめっちゃすげえの出てるからね今ね。というわけでこいつね、あとジグスが2つあるんだけど、知ってた？リュックの中入れて走るとこぼれるぜ倒れてないんだよ、蓋も開いてないんだよ。でもね、びちゃびちゃになってね、これね3分の1くらいこぼしたからね、袋吸ったよね。うん、袋を吸うよね。うん、というわけで、これはチキンマックナゲッツで、この前紹介したフルーツのオイチーカレーソースで、こいつはライカーさん食べる？ライガタン、お花とか汚れちゃうからね、脂っこいのやめようね。うん、というわけで飲んでいこうか。水分朝から取ってねえもんね、一瞬だよねこんなんね。うん、飲みたいジュースは、味わって飲みたいジュースは、俺の場合に水をいっぱい飲んで腹を満たしておく必要があるよね。そして朝の時間帯しか売ってない幻の、さすがグリドル、さすがマックグリドル、行こう。何がどうさすがなのか。おっと、ちょっと小ぶりなんだろうね普通の。あー、マックのマークが書いてある。マクドかな、まあいいか。おら、あ、特に何も入ってないんだね。もう一つのなんかブレイクとか挟んである方はなんかチーズ入ってたからいいやと思って、チーズ抜きますって言うとなんかちょっとハって顔されちゃうからいいやと思って。うん、よし、なんか甘い香りがする。うん、なんか甘いぞパンが、ホットケーキみたいな甘みがあるんだよね。うん、うん、うん、そう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 、朝マック限定、朝マックだからか、なんか100ピーセットもこっちがついてくるって書いてあったんだけど、普通のハンバーガーが良かったんだけどなと思って、だからマックナゲッツを頼んで。どうしたの？おめでとう、ワイルドライガーはプリちゃんライガーに進化したよ。やったね。赤ボタンを押した後に喜ぶと、こんな感じで大体ダーモンちゃんすごくで、おしゃべりにして、そのあとにその後に何してくれるのかな。いきなりこのコーチちゃんジャンプになる。これ2人目はコロッケスキャンしなくても、ユニコロワールドが出るっていうね。そしてグチョパグチョパな桃山さんたちのワールドが始まります。いや、てかちょっとエッチすぎ、これもう丸出しみたいなもんだよこれ。ハートを描きすぎておしまいと。プリティア
声が出てきて、おしまいだ。もう完全に出ちゃってんじゃないのこれ。そして感謝作りなの。感謝を作ってほしいんじゃんって言うから。そんな感じ。というわけでバイバイ。こんな感じだよ。